と申します。よろしくお願いします。もがみさんにお伺いしたいんですけれども、新しい、雑誌作りに、挑戦するということを伺ったんですけれども、はい、その雑誌作りでやってみたいことですとか、なんかチャレンジしたいことがあれば教えてください。はい、ですね、まだ全体的にどういうものをやろうかっていうのも これから話し合っていこうかなと思ってるんですけど、やっぱりなんかいろいろ興味のあること、自分が興味のあることを皆さんとも共有したいなと思ってて、実はちょっとスカイダイビングとかをやってみたいっていう気持ちが実はありまして、なんかそれについて、まあほら、あの気軽にできるものではないじゃないですか。だからそういうのとかを、まあ普通に細かくこうしたらすぐできるよとか、そういうのをかけたら、まあその読者の方というか視聴者の方にも、あ、こういうふうにできるんだっていうのが伝わるかなと思うんで、そういう、こう普段とはちょっとかけ離れたところというかっていうのを自分でこうチャレンジしたいこととかも書きたいというか載せていきたいなと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続きましてお願いいたします。みのもんたさんに質問させてください。先ほどあのお話で新しい世界に興味津々で今回のお話を引き受けしたということだったんですが、実際にあのネットの今回の番組で具体的にやってみたいことや挑戦してみたいことは何かございますか？それはたくさんありますね。とりあえずさっき言いましたけども、ニュースというのは生きてるんです。でも今の報道番組見てて、本当に生きたニュースがそのまま伝えられてるかどうか、キャスターが一体どんな思いで伝えてるのかっていうのがなかなかこう見たり聞いたりしてる人間に伝わらないっていう、そういうこう気持ちがありますんでね、僕はもうストレートに取り上げてストレートにぶつけてみたいと思ってます。でそれがその場でもうツイッターでも何でもいいですよ、反応があったらそれをそこそこで紹介しながら、そしてまあ少しでもお役に立てればと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。では続いて、あと前方にいらっしゃいます、あの井上光三さん、井上光三さんがいらっしゃいます。特徴でも何でもない。おめでとうございます。あの僕らも実は月曜から金曜まで、5時6時でアメバ TV で、芸能マルヒチャンネルという芸能情報だけを1時間やる番組をやらせていただくんですが、あの今日早速三浦翔平さんにはゲストに来ていただきます。でなんせあの予算がありませんもので、皆さん、順にゲストに来ていただきたいと思うんですが、まず美濃さんからいかがでしょうか？はい、ここで撮影交渉で大丈夫ですか？これここ で, ですか？いつでも行けますから。そうですか。はい、あのなんだったら婚活のためにサイバーエージェントの若い社員を揃えておきますんで。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。いつの間にこの人プロデューサー的立場になったの？続いてブラウスさん。ええ、私もぜひよろしくお願いします。そうです、はい、車代も出ませんよ。いや僕はもう全然、井上光三さんちょっとね怖いところあるんでね、一回沖縄でなんか僕あのしゃぶしゃぶ屋さんでちょっとおばちゃんのライターさんとご飯食べてたら、後ろのあのガラスのところに井上光三さんが張り付いてたっていうことがあったんでね、そういうちょっとあのいつどこで見てるか分かりませんから、光三さんは、恐怖ありますよ。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ若林さんも、なんか逆にいいんですかというくらい。いやいや、ぜひお願いします。もしあの必要であればいつでも呼んでください。はい、お待ちしてます。ありがとうございます。影さんもぜひ、私もあの呼んでいただけるのならばよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、三浦さん今日よろしくお願いいたします。後ほどよろしくお願いします。で高俊のお二人、あ、やめときます。出とけよお前は。なんでやめとくんだ。それ置いといてくれよこっちに。最後なんだから俺それ言おうと思ってたのに。ね、このパターン答え。もうねえよ、もうそのパターン以外。それは置いといてくれよ。ね、先輩なんです。ずるいぞ、先輩だから置いといてくれよそういうやつは。最後どうぞ。ですか。じゃあノンスタイル。はい。僕は基本的に井上との共演が NG なんで、あ、どっちか選んでもらったら全然。どっちがいいですか、光三さん。いや、どっちかというと井上くんの方が。あ、じゃあどうぞ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 好きでください。行かせていただきます。お願いします。ありがとうございます。よろしいですか？はい、ね、こういう感じでいろんなことが決まっていくあたりもやっぱりこう新しいメディアだな、ね、あ、そうですね。いや、そういう捉え方もありますね。本当にこれこうなっていくので、はい、あのぜひぜひそういうところも楽しんでいきたいなというふうに思います。
さて、皆さんにお話しいただいてますが、ここからフォトセッションのお時間とさせていただきます。メディアの皆さんもどうぞ撮影しやすい位置まで、ご移動をお願いいたします。そして、ご登壇されている皆さん、準備のため一旦袖にお控え願いますでしょうか。